ケルッタ・エリナ・クーシネンは、ソビエト連邦、フィンランドの女性政治家。父は、共産主義指導者の夫をクーシネン。かつては、グレタ・クラフト並びに、アイリス・ペッターソニンの偽名を使っていた時期があった。ルハンカ生まれ、父・夫と共に1922年に、ソ連へ移り、現地図書館の司書となって1934年まで、図書館で働いた。 1930年代初頭に現地のフィンランド共産党支部に参加。一方で1926年から1934年までコミンテルン国際部に所属。特に1932年から1933年まではドイツに対しての反ファシズムには積極的であった。例人学校へ1930年から入学しており、 1932年まで学んだ後に1933年から1934年にかけて同校で教鞭をとっていたが共産革命を起こすため1934年にフィンランドに帰国したしかしあることから投獄されてしまい10年以上にわたり刑務所で過ごした対戦後共産主義者としての活動が許可されたことからヘルッタは 国家政治に立ち上がることとなった。第二次世界大戦終結直後に行われた総選挙で人民民主連盟から当選する。1952年から1958年にかけては総書記を務め、その間に SKDL は定数200のエドスクンタで50議席を確保する最大勢力となった。1972年に 国会議員を引退し、後に SKP の名誉会長に任命されている。1974年に病気の治療を受ける目的で訪れたモスクワにて、押した。遺体は火葬されることとなりヘルシンキのヒエタニエミ墓地へ埋葬された。2007年の総選挙で国民連合党のサウリニーニストに抜かれるまで、総選挙の得票数歴代1位の記録を持っていた。 ありがとうございます。